シニアのスマホを大調査ということで、石切りにやってきました。やってきました。完全に石切りでございまして、シニアの方はスマホをどのように使っているのか、またどんなアプリが入っているのか、困っていることはないかなどをちょっと僕らで調査していきたいと思います。あ、じゃあ調査とちょっとお助けにもなるみたいな。そうですね、梶ヶ谷さんにいろいろお助けをお願いします。お願いします。はじめまして。はじめまして。僕 iPhone の画面の中に小さい梶ヶ谷さんいてほしいですね。ミニ梶ヶ谷。ミニ梶ヶ谷さん。石切参道商店街にやってまいりました。はい。うわあ、いい感じの。うわ、マジでいいやん。おでんもあって。こんにちは。ああ、こんにちは。すいません、ちょっとお母さん、お話聞いてもいいですか。はい。お邪魔します。うわ、これ。あいにお願いします。我々スマートフォンの調査をしておりまして。あら、お持ち。早速。お母さん、スマートフォンよく使われるんですか、普段から。まあ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 。もしよかったら、普段どんな LINE されてるかとかって見てもいいです？東京行ってる孫なんか、本当に戻ってこないんですよ。これた、うわ、これ孫を送るんですけど。帰ってこない。帰ってこないですか？ちょっと見させてもらっていいですか？あら、なかなか既読にならないんですよ。で、久しぶり。今日は寒いぐらい。この前の暑さ何だったのかな？体調崩してませんか？心配して送ってあげてるんですね。ずっとやってるんだけど、なかなか。で、虫ですね。壁当て状態ですね。そうそう、みんな無視ですね。あ、ゴールデンウィークにも送ってますね。あ、お、元気やで。元気やで。2日後に元気やで一本で。あ、写真とかも送ってもらいますね。これね、お誕生日なんですけど、はい、母の日に送ってくれた。嬉しいですね。嬉しいからうるうるなってるんです。これ、あなたの気持ち。そうめっちゃ嬉しかったのなんで。なんかでも優しい、お孫さんですね。困ってることとかってあったりしますか？電話番号を入れるでしょ、はい、あ、上を順にちゃんと用意入れなかったので、もうむちゃくちゃなんですよ、名前をこう、はあはあはあ、電話帳ですぐ検索できるように、うんうん、それはどうしたらいいかな。これいけますか？これが今表示されてる順番で、この辺が IU 順の人ですね。それにやって入れたつもりが入ってないんですよ。だから、まあ、僕もそうなってるかもしれへん。スマートフォンからすると、うん、文字が読めないので、IU のどれなのかが分かんないんですよ。漢字が、音読み、訓読みで。なので、例えば、まあ、このタクシー、じゃあ、これやってみましょうかね。うん、これ開いて、編集。編集のところに押して、変更を引かしてるんですけどね。ここに読み仮名ってあるじゃないですか。はいはい、読み仮名入れると、うん、そこに入るんですよ。スマートフォンがこれ、なんて読んだらいいか分かんないので、IU のどこに入ればいいか分かんないですよ。なるほど。なるほど。あ、そうです。で、これをしてないから、こう、違うとこ行っちゃうんですか？そうです。あ、はぁ。ちょっと、平岡。確かにこれスマートフォンじゃなくても読めないですよ。僕らでもこれ、平岡って読めないですね。あ、そうなんですか。そうすると、は押すと、この並びにここに。あ、ほんとだ。ありがとう。解決しました。はい、すげえ。ありがとうございます。本当に喜んでもらってる。本当に。ハンカチいります？涙ぐんではない。ね、こちらのお店どうですか？あ、こんにちは。あ、こんにちは。すごいお綺麗な。すごいですね。こちらはおせんべい屋さんですね。はい、おせんべいですよね。おいしきりせんべい。味噌せんべいをここで焼いております。はい、ここで。はい、すいません。そうそうそう。お、いっぱいある。え、嘘。お母さん。Spotify 入ってますね。Spotify。ああ、すごい。使い方が結局分かんなくて。あ、Spotify の。え、でもいっぱいありますよ。TVer もあるし。そうですね。つむつむもあれば、YouTube、Amazon もありますね。なんか聞いたことあると思って入れてみても結局その先に進めないので終わり。ヤフオクとかメルカリもありますけど、あ、メルカリでいらんもん売るといいよって言ったから入れたけど結局あんまりですね。やったことありますか？やったことありますけど、え、ちょっと見てもいいですか？あ、すごい、現在出品中。あ、出品しても結局売れない。確かに半年前にこのチュールスカートT シャツ花柄パンツのレギンスをすごい、あら、かわいい。いやすごい、500円ですごいすごい。でも結局売れないもんなんだなと思って、あんまもう出品なんてもしてもないし、ね、売れたことあるんですか？あったね、売れたこともあったかな。 あったんですか？お、めっちゃないですよ。え、ちょっと待って、え、あれ、やばいやばい、え、プ
フロンとかウルトラマンの T シャツとかメンズのポロシャツなんかあるんですけど、一番上62,000円。あー、あれ主人がなんか入らなくなった小さい方を、はい、売るって言ってで、62,000円で売れてる、すごい。娘のお小遣いにしたらいいって言って、出してくれたから。向こうから良かったって来てます。評価していただくんですよね、メルカリでね。うん、お母さん試しに入れてみるっていうのが結構多いんですね。うんうんうん、そうです、それだけ。あ、こちら、あら、美味しそうな、あら、こんにちは。こんにちは。あら、こんにちは、お母さんも手振っていただいて、すごい、アメちゃんがたくさん、おかきとかもかわいい、カラフルで、すごいですね。見てください、はい、LINE が90件溜まっております。あら、結構溜めましたね。 LINE もされてますし、はい、インスタグラムもありますね。はい、あとポケモン GO もあります、はい、お前ポケモン GO あるやん。結構なんか若い人の携帯と全然変わらない気もしますよ。そうですか。ポケモン GO 何のキャラクター手持ちで持ってるんですか。始まった日からやってるんですけど、はいはい、あ、すごい。40です。え、40? レベル、レベル 40? レベル 40? めちゃくちゃ、そんなやってるだけなんですけど、僕もやったんですよ昔。あ、そうなんですか。はい、でもめちゃくちゃやって、はい、多分30いかないぐらいなんですよ。40はもう化け物です。レベル40や、ほんまや。男性の、はい、お母さんミュウツー持ってるじゃないですか。すげえ、ミュウツーなんてゲットできんねや。あの、来てくれやったんです。来てくれた。ミュウツー、え、お母さんの元に。ありがとう。ほんまにポケモンの中のキャラクターが言うような出会い。ちなみに何の90件が溜まってるんだ。あ、これです。花子テニス部の5人がお母さん以外の4人でね、盛り上がってちょっとだけ覗こうかな。あ、長押ししたら記録せずに。あ、そうなんですか。チラッと見れる、ね、すごい。知らなかった。知らなかったですか。うん、あ、浜田さん、僕の役割やるのやめてもらっていいですか。ごめんなさい、すいません。教えていただく役割ですか。すいません、すいません。例えばこの文章を既読つけたくないじゃないですか、はいはい、iPhone の場合は長押しすると、はいはい、こういうコマドが出てきまして、はい、こうコマドの範囲内だけだったら1通や2通ぐらい見れるんですよね。そうなんですよ。で、既読したことにならないんで。そうなんですよ。僕らもね、マネージャーからなんかややこしそうなアンケートが来た時は粉が押しして見てないことにして置いとくみたいなのをね、やらしてもらってるんです。僕はしてないです。売られた。僕だけやったみたいなんですけど、はい。